白鴎大学教育学部では、人間の成長や発達過程に関わる様々な問題を5つの視点から分析するとともに、積極的に教育現場を体験し、人間性の向上と指導力を養います。専攻は4つ。児童教育専攻には、小学校教育コースと幼児教育・保育コースの2つがあり、小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、保育士資格の取得を目指します。スポーツ健康専攻は、体育、スポーツを科学的に探究し、様々なスポーツ種目を実技科目として体験。学校体育から障害スポーツまで多様な人々を想定し、適切な指導や支援を可能にする技術を習得します。英語教育専攻は、英語教育の専門知識を活かし、中学・高等学校教諭の免許取得や、高い英語運用能力とコミュニケーション能力を併せ持った人材を育成します。心理学専攻は、心理を研究する上で求められる技能、科学的データの集積・分析スキルの向上を目指し、現代の社会問題にアプローチし、結果を社会に発信する能力を養います。また、教員志望者へのサポート体制も充実しています。スクールサポートで現場体験。さらに、教職支援室では、教員採用試験に対するアドバイスが受けられます。その成果として、公立の小中高校教員の正規合格者は232人。さらに、公私立幼稚園、保育所への進路決定率は 97.6% となりました。夢の実現のため、万全な体制で学生を支援しています。